Now this world shall know pain. Naruto, hurry! Naruto! はい、ナルティメットシリーズの、脚本を、担当している藤野です。で、まあ、いつもね、もうずっと、シリーズ何年も、続けてきてますけども、まあ、今回、疾風伝が頭から最新エピソードまで全部入ってるってことで、すごいやっぱボリュームもあって、苦労を、まあ、してたんだけどね。木は熟した。そろそろ木の葉も動き出す頃だ。では九尾の方はお前とコナンで枯れ、失敗は許さん。分かった。シリーズのやっぱね、ファンの皆さんっていうのはやっぱりすごくこのシリーズのあのタイトル の、 その格闘ゲームとしての、アクションの部分だけじゃなくて、やっぱドラマも豪華で面白いっていうところをすごくやっぱ評価してもらってるんで、そこは毎回ね結構なプレッシャーもあるけども、ね、うん、けど今回のストーム2も結構いい始まり出しをするじゃない。今回ゲームに含まれているストーリーですが、ナルト疾風伝の、最初、ナルトがディライアとの修行を終えてコナンの里に戻ってくるところから、テレビの最新エピソード、ナルトと、ペインの最終決戦、ここまでを全て、含めております。でこれが、まあ、今回の、バンダイナムコゲームさん、鉄拳チームとの、コラボレーションで、実現した、ラースですね。で鉄拳6で岸本先生がデザインされた、まあ、このラースっていうキャラクターのコスチュームですね、それを、そのまんま、今回の、ストーム2では、プレイアブルで、遊べるようになってます。まあ、私はそうな感じっていうわけではないんですけども、アスマが、今回のこうでなんかねこう人間をこうやって抜くんです、ね。本作に登場するキャラクターは、プレイアブルで総勢44キャラクターいます。主人公のナルトや、その仲間のサクラ、カカシをはじめ、蛇のメンバーである水月十五カリン、そして暁のメンバー、そして、キラービーや、ナルトの仙人モード。いよいよナルトの仙人モードが使えるようになるんで、まあ、きっとあのゲームをスタートボタンを押してスタートされるといきなり多分皆さん絶対驚くよね、あれはね、うん、なんでぜひ、楽しみに、そしてスタートボタンを押して、驚いてください。